元は何だった？なんか元々林がこう繋がってたんですよ、うん、これをやってる頃は毎日ここにいた感じがするだよで、だん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 ちょっと派手めな走りになってたんですよこの建物はこれコンテナなんで誰が中作ったの？中はね、知り合いの大工さんがすごい好きなもんで、センスいいよね。いや、かっこいいです。そう、みるみるどんどんさ、かっこよくなってきてさ、だんだんこれができてきて、こう2階もあるんだよ、屋上も。ああ、そうですよね。ドアの感じとかすごいいいよ、はい。ただね、残念なのがあれがついてない、水がえ水道が水がない。そう、この下まで水道来てんだけど、はい、水道がいないのかな、蛇口が。どうもね、これをつける最後の段階で飽きちゃって、はい、よくね、さ、天才って最後まで完成させない。ピカソもそうだった最後まで完璧に完成させないで、完璧にしちゃうと次がなくなっちゃう。わざとだったんですか？わざと、当たり前じゃん。解読だよ99% でやめちゃうんだよ。なるほど。そう、参ったねどうだっけよ。今日は久々に世界の斉藤大吾選手のところに来ましたが、まあ、僕ね、この辺来たのは本当に最初5年前の大吾ガレージ建てて、工場を建てて、そのちょっとしてからこう遊びに来させてもらったんだけど、今日来てちょっと驚いたのは、まずコースが、コースっていうか、なんか広場、なんなんですかあれは。なんなんですかね、まあ、テストコースなんですけど、まあ、趣味ですね、うん、趣味だよね。建物がすごく雰囲気あっていいですね。ちょっとハマって作っちゃいましたね。なんか多分これ作ってる時暇だったんだろうなっていうのはすごい十分感じましたけどただね、残念ながら蛇口がついてないんでそうで、まあ、やっぱそこ最後に来るとどうも飽きちゃうの。最後の最後の爪で飽きちゃうんですよねそしてここのね、シャッター開けてバッと見た時の衝撃がちょっとたまんなかったね。いや、すごいですね。だって車の中でルーさんも何なんだよあいつって言ってましたからねすごいね、最高だね。ミュージアムですねこれ本当に。そうですね。もういや、すごいの作っちゃったね。しかしこれだって、これはいつ頃できたの？これまだ数ヶ月です。しかしいい場所にあるね。全部近いです ね会社と家と。それが最高だよね。これがさ、もう車で30分とか離れるとまたちょっと感覚違うんだけど、もう本当にすぐこういろんなのが存在するっていうのはもう生活の拠点としては最高だね。最高だよ。しかしまたこの歴代のこの後ろに並んでるマシンが、歴代の俺も全部覚えてるけど、一番奥にあるのが2012年だっけ、はい、アメリカ行ったの。アメリカに大吾がアメリカでフォーミュラ D 挑戦するって言って、いやー、なかなか度胸があるの。もともと大吾選手は結構アメリカに行きたい行きたいって言ってて、ただその時はなんか D1 でチャンピオン取ってからじゃないと行かないみたいなことを言ってたような記憶があるんだけど、あれ取って行っただっけ？まあ、取ったんですけど、その後もなんかうだうだしてた時に、うん、D1 のオートポリスの時に、うん、モールドさんと、うん、なんか夜オートポリスのピットで多分飲んでたんですよ、ね。うんうん、でもその時に行けと言われて、じゃあ行ってやるっていう感じになって、なるほどね、はい、いやー、すごい。まだだってあの時ダイブはまだあれ30ぐらい、どんぐらい覚えてないです、ね、覚えてない、もう覚えてないんだよ第5レベルになるとまあでも結構まだ年齢が若い頃に本当に単身で、あの時だって増田と誰と行ったんだ？増田と素朴だよね、はい、ほぼそれ、まあ、ラビっていうちょっとかラビが助けがあったんですけど、うん、まあだけどそれで1年目できっちりチャンピオン取っちゃうところが、多分ね、向こうのアメリカの選手も驚いたと思うよ。確かに、うん、いきなり日本から来て、うん、ですごい記憶にあるんだけど、当時アメリカのフォーミュラ D の車ってウィングがついてなかった、みんな GT ウィングが。で、大吾だけつけてたのよ。それから
なんかどうも DTV がしばらくちょっと増えたよね。増えたんだよ。それだけだから要はウィンがついてるイコールそれの方でだいぶ早いんじゃないかみたいなアトラクションがあるんじゃないかみたいな感じで、それまで当時アメリカのフォーミュラ D のドリフトはウィングとかつけないのが主流だったんだけど、結構増えたもんね。結構多いんですよ。 2J も1台もいなかったし、あそっか、うん、ノスもみんな使ってなかったし、あそっかそっか、まあ、後ろラジエーターはちょっといたんですけど、うん、まあ普及はしてなくて、うん、なんかその辺僕行った後でみんな同じような車になっちゃって、確かにそうだね。もうアメリカはやっぱ V8 がメインなんで、日本でいう 2J がアメリカに V8 なんで、 V8 の部品はもう本当にもう腐るほどあるんで V8 はみんな積むんだけど、確かにその 2J のそのあのなんだろうな、そのダイゴのスタイルがそこからどんどん人気上がってきたんだね。いやだからそういった意味でもやっぱりこうなんだろう、やっぱ DAIGO の素晴らしいとこは常に新しいものをこう追い求めて、その新しいものを世界中からこうなんだろう、世界中にある いろんないいものをどん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 使ってみて自分でトライしてるっていうのが DAIGO の本当に外から見てると素晴らしいとこかなと思うんだよね。ただ年々こうやって車を見ていくと年々車の進歩がある。多分一時このコルベットをやりたいって言った時にコルベット探してあったんだけど、これもともと GT3 のレーシングカーだったのね。で V8、 とにかく DAIGO V8 多分やってみたかったんだと思う。逆にこれが V8 初めてだもんね。そうです、コルベットはね、はい、そうなんですよ。しまいには2台、3台、4台ぐらいは持ってるんじゃないコルベット。いやすごいよ、この V8 だってこれ尋常じゃないよこれ。何なんだよこれ。これ NA、 これ NA です。これもこれで大会出てたの。これ少し出たんですけど、その頃もういろいろまたレギュレーションだっていう戦いで、うん、なかなか走れなかったです。なるほどね。これ D1 に出たんだよね。そうです。いやだから本当にね、何だろうな、あの日本の D1 の歴史は、まあ、最初は本当にチューニングカーの延長から始まったんだけど、だんだんそこからレギュレーションみたいなのができて、結局レギュレーションを作った人がチューニングカー育てだったんで、どうしてもそのなんだろうな、アメリカの考え方なんかと違って、全然硬かったというか、アメリカはどうしかというと緩いだから考え方が全然一切違って、もうアメリカはもうモータースポーツとしてドリフトが始まったわけでも、 D1 ってそのやっぱストリートの延長線から始まってるから、どうしても考え方がもう全然違う。それがね、やっぱり日本のね悪いところもあったと思うんだけど、だんだんその俺も結構言ってたんだけど、とにかくやっぱりまず車両レギュレーションをアメリカと統一すれば、要は変な話世界性みたいなものができるってずっと言ってたわけ。なかなかねそれがこう飲み込んでくれず、結局俺たちは俺たちだみたいな、俺たちが最初にやったんだ俺たちだみたいな、そういう固くならね古い考えがすごいずっと残ってたんで、まあ、結局 DAIGO の成長イコール D1 とのこうなんだろう、車両のいろいろやり合い、そう DAIGO はその隙間を縫って車作ってくんだけど、それはダメだみたいなのを結構戦ってた男だと思うよ。今ね、今でこそだいぶ変わったけどね、はい、できるでしょうね、はい、当時は多分あのチェイサー覚えてる、あの向こうから2番目のチェイサーを作ってきた時に DAIGO はめちゃくちゃ自慢げに持ってきたんだけど、すごいの作ったねって、であれがだからエンジン 1m 後ろね、大げさに言うとすごいの作ってきたねって言ってたんだけど、結局レギュレーションでいろんなあれがダメこれがダメみたいなね、大変だった、ね、でも結局でもダメじゃなくて最終的に走らせてもらえなかったんですけど、理由がトランクの縁の雨どいを切っちゃってるからダメだっていうところでしたよ。本当くだらないことで全然かけないじゃんと思って、もうなんかもう、うん、なんかね、だから そういうところがすごいもったいなかった。昔俺がまだやってる頃だけど、本当にこうそういうので結構話し合いを結構してたんだけど、なかなか変わんなかったのその頃はね。まあ今やっとそれがこう変わってきて、まあ、世界と同じようなレギュレーションになってきたけど、まあ、その辺からこうなんだろう、本当にドリフト専用のパーツができるようになったんじゃないかな。だからそれこそワイズファブなんかもそうだし、もともとクイックチェンジっていうのはバギーじゃなくて向こうのミジェットカーっていうそのダートオーバル走るレーシングカーに使っているギアなのよ、あれは。ドリフト専用ではないんだよ本当は。なんだけどそれがもうアメリカでは当たり前のように使うようになり、日本でも OK になって、日本も最初あれメンバーを切るからダメだとか結構いろいろあったんだよね、あの辺も、うん。結構だから当初アメリカからのパーツっていうのが多かったんじゃないかな最初。
今だったらもう大吾はその世界中オーストラリアとかヨーロッパとかいろんなとこから部品取ってるんだよね、はい、まあすごいことだよ本当に。いや久々に斉藤大吾選手と会いましたけど、斉藤大吾が D1 の権利を取ったのはアドバンドリフトミーティングっていう、それこそその主催は横浜で運営は T&E がやったの。だからアリサとかウエチンとかがやってて、で俺と谷口はそこで審査員って言ってたんだけど、恵比寿ラウンドがあってその中で1人か2人要は D1 の権利が取れると。もうなんか見ててその頃大吾のこと知らないよ。大吾はあの時チェイサー90のチェイサーかなんか乗ってたと思うんだけど、色忘れちゃって、 緑だったかな、オレンジ、オレンジだな、はい、オレンジで、もうなんかやっぱ飛び抜けてうまかったのよ当時から。勢いがあって、うわなんか見ててはこの子は全然やっぱ勢いとは元気が違うなと思ってて、で最後あもう大吾決めたいなって時に大吾スピンかなんかしちゃって落っこっちゃったんだよなあれ、はい、そのミーティングで。そうだから本当は大吾じゃなかったんだけど、どうしても俺は大吾じゃなきゃダメだっつってゴリ押しして失敗したんだけど、可能性にかけようって大吾を D1 の経理にチョイスしたの。もうそれが一番最初の出会いで、でそれから俺もう D1 で審査員やってたのかな、それやってたんじゃない、やってたんだよねもうね、やってた、はい、ってました、はい、D1 審査員やって大吾出てきてやっぱもう勢いが違うわけよ。うん、ほんでね、あの俺ちょうど当時30連覇の頃なんかセンター来たりバーを作って559っていうバーを作って、そこでシェフをやってた女の子が前島さんっていうんだけど、それがもう大吾の追っかけだったの当時から、なんか知らないけど、そうなんだよ、もうそういうのがあってもう大吾大ファンなわけで、大吾が富士のラウンドであれ誰だ、川端とぶつかったんだよあれな、はい、でくちゃくちゃになっちゃってそう大事故があって、でその時もなんかもうその前島さんが泣きながら大吾さんを助けてみたいな感じになって、うん、なんかそういう記憶がある。まあそのぐらいからすごい大吾とこうちょっとずつこうコンタクトというか仲良くなって、まあ大吾昔そんな喋るようなあれじゃなかったんだけど、まあでも結構そういった行き立つがスタートですよね、はい、それですごく仲良くなって、年齢はもちろん全然違うんだけどスタイルも全然違うんだけど、なんか大吾の走りっていうのを見ててこうファンをねこう引きつけるこうエネルギッシュな走りが昔からあったから、その辺が他のやっぱちょっと D1 選手と比べても最初の頃からやっぱ違ったかな、うん、でね、だん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 俺が今度外から見てる感じだと、大吾のあれは実家かな、大吾が車だってあのチェイサーとか実家で作ったんだよね、 SC とかね、自分の家の軒下で作った。そうだよね、はい、そう最初そう自分の大吾が住んでた家のお父さんの家だと思うんだけど、下にちょっと車をいじれるぐらいのスペースがあって、こんな立派なもんじゃないかな本当に、本当そこに溶接機とかいろんなのがあって、こんなとこでこの車作ってんだっていう驚きが前昔行った時はあった、まあ、SC はエスペランサーさんと、あそかそかで、ああ一緒に付き合って、ああでその後がマーク2で実家ですね、実家そうだから織田さんも織田さんちのガレージで車作れますよなんて言うから何言ってんだこいつ驚いた覚えがもうだからそのぐらいからなんかね、大吾の車作りのこうイメージはやっぱ俺はどっちかとこうなんかいろんな形をノーマルのスタイルちょっと残したいみたいなのが若干古いからあったんだけど、大吾はもういらないものどんどん取ってとにかく軽い車を作るっていうね、そういうのがこう大吾のスタイルのような気がして、とにかく軽さとエンジンをなるべく後ろに持ってくるみたいな、まあそうこうしてるうちに俺もじゃあ最後このアリストから始まって80スープラのリマン車両で出て、でいよいよ86が新車出るって言った時にその車を買って、よし一からこう新しいパーツをねアメリカまで行ってパーツを選んでオーダーしてきて、車作りを川上と一緒に始めたんだけど、その時結構埼玉の方によく来ることがあったんだよね。で大吾とたまに飲んだりとかしてて、夜ある日大吾が結構みんないたんだけど、いや織田さん聞いてくださいってでもなんか酔っ払って織戸の織は織田信長の織だとかなんかそんなような話になったわけよ。な俺はだからもうあれはすごいんだみたいななんか話になったら、最後は大吾はそこで一言、織田さん僕はあの実はおじいちゃんが海賊なんですよって次にもうねもうその場の空気がねどんだけ固まったか驚いたもん。
ね、まあ、そうそれでだから大悟が解読だって言われた時に何言ってんのかなと思ったんだけど、その大悟のそれまでの行動であるとかを見てると、もう大悟がやっぱり、あ、海賊のやっぱ孫なんだなっていうのは感じざるを得ない。だから多分このね、あの YouTube 見てる人もなるほどって多分思うと思う大悟の生き方とか、その走りのスタイルとか、そのなんかわけわかんない、あのだって恵比寿のあの、いまだにもう脳裏に出てくるけど、恵比寿のあの大衆コーナーの試験に出てくる走りとか、あんなの普通の人ではやらないからね。まあ、あれは解読じゃできないですよ。自分でもさ、あ、それそう、それ聞こうと思ったんだけど、いつその事実を知ったの？確か高校生くらいだと思うんですよね。高校生、はい、それ聞いた時どう思った？まあ驚いたんですけど、うん、そうかもしれないみたいなやっぱりやっぱりでも逆になんかある意味ちょっと嬉しかったんじゃない？なんか、まあ、ちょっと納得みたいな。そうだよね、はい、そうだよね。いや多分だってその頃からもうちょっと人と違ってたでしょ、きっと。なんか発想が、周りとはもう合わなかったですね。ああ、そうだろうな。昔バイクとか乗ってたの？バイク乗ってました。バイクでじゃあ峠とかも走ったんだ？まあ、走ってたのもそうですし、中学生くらいからもう解体屋さん行ったりして、バイク買ってきて直して売ったりとか。直して売ったりとかずっとしてたんですね。ああ、じゃあもうそのぐらいからそういうことをやってたんだ。やってました。なんか物をいじったりとかそういうのはもうちっちゃい頃からずっと好きでやってたんだ。そうです。まあ親父がもうバイクのレースとかやってたんで、その影響もあるんですけど。なるほどね。いやだからまあそういう、もう小さい頃からそういうのをやってる子が自然と今みたいなスタイルになったところだよね、大悟はね。そこにその海賊の血が流れてたからやっぱ海を渡ったいろんなところでね、普通に活躍できるわけよ、うん、いやしかしなんだろうね、ここまで大悟がビッグになると思わなかったな俺。いやそのね、その居酒屋さんで大悟はおじいちゃん海賊なんだって聞いた時に、もうなんかすごい俺的には逆にちょっといい意味でショックを受けてうちの実家は農家だから、やっぱり土耕して種まいて野菜を作ってる家庭と海賊の家庭じゃこうも違うんだなっていうのを痛感した夜だったの、うん。まあ、それで結局、なんだろうな、本当にもう大悟のことをいい意味で認めるようになって、もう何かあっても、まあ大悟だからしょうがないよみたいな、そういうようなこう見方が変わってきて、こうなんだろうな、もう俺もドリフト長いことやってきたけど、まあ、大悟みたいなこう本当に素晴らしいのが後輩にできたんで、まあ、ドリフトはもうやめてもいいかなと思って、まあ、やめたのが事実ではある。だから大悟の影響は相当でかい大悟にこう印籠を渡されたみたいな。いやでも最近またドリフトいろいろメーカーとかも見てくれて、うん、良くなってるからまた戻ってきてほしいですね。そうだね、だそう、それもそうなんだよ。だから今までドリフトってそんなにやっぱり自動車メーカーとかそういうところが、煙たがるような雰囲気だったんだけど、やっぱりどんどん変わってきて、大悟とかやっぱり HKS さんがその自動車メーカーとこ う, うまくねこうタッグを組んで、特に大悟なんかはもう今ではねトヨタの顔みたいなドリフト選手で、素晴らしい、もうワールドワイドのドリフトドライバーっていうね、これもう本当にラリードライバーと同じような格好付けになるぐらい、大悟選手っていうのはこうワックスドライバーみたいなポジションまで来たんで、すごいことですよ、うん、応援してますんで。ありがとうございます。実はね、僕もあの90スープラ1台あるんで、カービにその一応レギュレーションに合うようなロールゲージは作ってもらったんで、時期ねまたやりたいなとは思ってるんですけど、俺のねなんかイメージはもうガチガチのなんかこうその大会というか選手権にはもう興味なくて、なんかもうちょっとね昔やってた人たちが集まるようなレジェンドクラスみたいなのができるんじゃないかって俺の中で勝手に想像してるわけ、はい、楽しめるクラスね、はい、そういうのができたらやりたいなと思ってます。いや、とにかく俺の夢もやっぱりね、アメリカのあそこを走ってみたいね、ロングビーチを。ロングビーチ、ロングビーチ、あそこを最後走るのが個人的な夢なんでね、それはいつか実現したいなと。ロングビーチね、本当に気持ちいいです。いいです。オープンカーだったんですけど、うん、スタート地点で周りにビルっていうか、うん、はいはいはい、マンションからみんなお酒飲みながら見てるんですよ、うん、で日の光がすごい気持ちよくて、うん、
オープンカーだからすごいそれを感じながらスタートできてめちゃめちゃ気持ちいい。いいよね。そんであのねギャラリーの中にこう飛び込んでいく感覚ね、はい、あれはだから客席から見ててもアメリカのやっぱドリフトってもうとにかくみんなやっぱアメリカ人で普通にビールを飲んでわーってなってるからもう歓声が半端ないわけ。日本とそこはねもう全然違う。やっぱりあのロングビーチ一回見に行ったらやめらんないね。だから本当アメリカのフォーミュラ D は観客の盛り上がり方が半端ないから基本的にやっぱアメリカの人たちってモータースポーツをそういう風に楽しむ昔からの文化があるんだよね。ナスカ行った時なんかもすごかったもんね。もうそれと同じような感じなんだよね。あそこでやっぱロングビーチはいつか走ってみたいですね。いや大悟今日は本当に忙しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。今週末のつくば頑張ってね。優勝してよ、はい、今回ね勝つつもりです。期待してるから、はい、応援します。ありがとうございます。ありがとうございました。またたまに来ますよ。はい、遊びに来てください。はい、ありがとうございました。また今度一杯飲みましょう。お願いします。泊まりがけてくるから他だと、はい、面白いよ一杯飲むと。いや今日はね久々にあの大悟に会いましたけども、しばらく会わない間にもう今だって大悟のインスタのフォロワーが40万人以上だからね、だいぶこうあれですねランクが上がったというか、まあ、やってることの規模が大きくてちょっと驚きましたね。よかったですね。すごいね。あの今まではこう車作りだったんだけど、はい、なんか最近はもう大悟もある程度こう年齢をいってきたせいか、はい、そのなんだろうなその全体的にトータルの雰囲気っていうのを大切にしてるような感じがすごい感じられた、はい、やっぱまあ、ショールームみたいなね、はい、あそこはちょっとすごかったね。すごいですね。あれはちょっと夢の空間だね。あれをねやっぱ作れたことはやっぱ大悟にとっては素晴らしい出来事だね。驚いたな。いやあのサーキットもいいし、なんかちょっといい刺激をもらいました。今日は行ってよかった。行ってよかった本当に。まあなんかこれから俺も仕事もっと俺たちも頑張んなきゃいけないなと思ったし、やっぱりね綺麗にしなきゃダメだね。まず今日一番思ったのは工場をもう一回ちょっと綺麗にする。そこから始めてまた新しいことに取り組んでいきたいなと思いました。まあ今日大悟がもう僕は中学生から解体屋からバイク買ってきて直して売ったりとかしましたよなんて、まあそういうとこからやっぱり今回のテーマの海賊の物語が始まってるっていうね。そうですね。そう、まあそこにね一番ヒントを得たかな。やっぱ彼は本物の海賊だったと、そういうことです。あの話は俺がよくたまに言ってるだけじゃん。嘘じゃなかったでしょ。いや本当ですよ、ね、嘘じゃないんで。本当にだからおじいちゃんはお父さんまで村上だったんだ。そうですよね。そうそうそう。で、向こうに入ってから斎藤になったっていうことをね今日知りましたので。本人の口から聞けましたけどね。そうですよ。あながち俺が、はい、あいつ実は斎藤じゃないんだと、はい、村上っていうんだっていうのはあながち嘘じゃないと。そうですね。それがちょっと分かってもらいましたから。事実なんですよ。嘘じゃないんですよ、事実なんですよ。でも結局まあ今回の一日やった結果、まあ、落ちるところは斎藤大悟やっぱり海賊だったっていうところですね。そうです。それが分かっただけで今日の成果は高いということです。まあちょっといいものを目でも見させてもらったんで、はい、ちょっとこの八丸くんは少し今年はリフレッシュしようかなと、はい、そうですね、ちょっとなんかその辺もまた、はい、はい、思ってます。まあ今年はリフレッシュの年ですね、はい、今年のテーマはハーレー2台リフレッシュして、はい、こう横をリフレッシュ、はい、こんな感じかな、はい、いろいろやります。